こんにちは。今日2018年12月4日から YouTube アプリのホームで自動再生ができます。私は11月14日日本でもねスタートが始まった YouTube プレミアムに加入してからねこのアプリホームで今動いてますよね。自動再生ができるようになってます。それはね今日の2018年12月4日からすべての YouTube アプリでホーム画面でね自動再生ができるようになってます。ちょっと詳しくお話をしたいと思います。はい、これね特に難しい設定というのはないんですけど、まあ、YouTube アプリを起動したらそのホームで自動再生が始まります。YouTube アプリタップします。はい、ということで、シンクロナイズと睡眠猫ということで、音は出ません。音はね、なんか、縦のバーで表示されていますね。そして、動画の残り秒数が現れていますけど、このようにしてね、ホームのページで、動画をね、自動再生することができてますね。はい、こんな感じで、次々に自動的に、これ、ちょっと上の方、に持ってくると、自動再生が始まると。これ見たくないと思ったら、これずーっと上の方に上げてあげると、はい、自動的に始まりますね。はい、こんな感じで、ホーム画面でね、まあ、あらかじめ、自分が見たい動画を、探すことが、まあ、最近犬とか猫とか赤ちゃんを見てるんで、そういった関連の、動画が、ポン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 出てきますね。あとクイーンとかね、あ、かわいい猫ちゃん。はい。ですんでね、難しい設定を、することはありません。そして、このホームで自動再生を止めるには、右上の丸いアイコンタップします。はい。下から3番目、設定タップします。はい。設定のページへジャンプしました。上から2番目、自動再生タップします。はい。その下、ホームで自動再生タップします。そうすると、常に有効 Wi-Fi のみオフってあるんで、一回オフをタップします。はい。で、これで一回ホームに戻ります。はい。そうしますと、これ静止画になっていて、はい。自動再生は行われていませんね。はい。これ解除しましょうか。設定、自動再生で常に有効。はい。これでまた自動再生が始まります。はい、今ぐる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 回ってますね。はい、これで始まりました。はい、OK でーす。今回は YouTube アプリホームで自動再生についてお話をしました。それでは今回はこの件で失礼します。